バーサの船体の断面。船体の各部船体とは、船舶の主たる構造体のことで、船底、船側、甲板のこと。甲板の上の様々なものや様々な偽装、またエンジンなどは船体に含めない。船体というのは、船の主な構造体のことであり、容器状の構造体のことである。矢倉、帆、帆柱、エンジン、蒸気機関などの動力部分や、 軍艦での重砲などの装備は、船体には含まない。別の角度から言うと、これだけあれば、水に浮くことができる、という部分あるいは、浮力を担っている、容器状の構造体のこと。船体は水を押しのけることで、アルキメデスの権利が働き、浮力を得る。船が静止している状態では、船体には、重力と浮力の二つの力が加わる。船体が静止しているならば、 重力と浮力が等しい状態である。この時、重力の中心である重心と浮力の中心は同一、延直上にあるものの、位置が違っている。設計と機能間のバランス戦隊を設計する上では、様々な機能や要求が考慮される。戦隊設計は、ただ一つの究極の設計というのはなく、一つの機能面での性能を高めれば、代わりに、 他の機能が犠牲になりその性能が低くなるという関係がしばしば成り立っているので船舶の用途や将来の使用者の希望に応じて機能間のバランスが調整されつつ船体設計が行われる船体は復元性や操縦性能も考慮して設計する舵を切って旋回している最中は船体は遠心力を受け 外側に傾こうとする力が働くが、同時に船、船首船速、船底付近の斜めの面に、水の抵抗を受け、船の傾きを水平に戻そうとする力も働く。船底や、船速の多数の面の設計次第で、各速度での旋回時の船体の傾き具合が変わる。船首は水面をかき分けており、波を発生させており、それによって生じる抵抗が生じている。 と考えられており、それを増破抵抗という。増破抵抗が大きいような船体形状では、燃費が悪くなるでは、最大速度が小さくなる。19世紀までは船首を薄く作る方向で工夫が重ねられたが、20世紀になりバルバスバウが開発された。船体の主たる材料は、代表的なものとしては、木材、鋼板、アルミニウム、FRP などがある。人類が、 数万年前に用いたと想定されている素朴なイカダやカヌーでは、例えば足を大量に束ねて、船体としたり、丸太を平らに何本も並べて、鶴で縛って、イカダにしたり、あるいはかなり太い丸太の中をのみでくり抜いて、カヌー状の船体としたり、あるいは木製や竹製の枠をまず作っておいて、そこに大きな動物の比較を貼って、船体を作ったと考えられている。 木材船体の材料に、主に木材を用いた船を、木造船という。古代から近代まで、船体の材料としては、主に木材が用いられてきた歴史がある。古代エジプトの船の船体も、15から17世紀、頃の大航海時代の小船の船体も木製であった。現代でも、東南アジア、中国、朝鮮半島などで建造される小型中型船の、船体の材料は、 材木が主流である。欧米などでも、現在でも、セーリングクルーザー乗りやモーターボート乗りなどの中には、伝統的な木造船の材質感を好む人も、相当数おり、材料に木材をあいて選んで船を建造させる人々もいる。欧米では現在でも、材木で、セーリングクルーザーや釣り船などを自作することを趣味に、している人々もいる。木材で船体を作る方法はいくつかあるが、 欧州式の木造船の場合は例えば、一例としては、以下のような手順で組み立てる方法がある。上甲板がある船では、以下の作業も行う、後半近代になり、船舶の大型化とともに、船体の材料として、後半も用いられるようになった。なおコ自体は、強度があるが、巨大な船体を建造するためには後半を多数、つなぎ合わさなければならず、20世紀半ば過ぎまで、 後半同士の接合方法としてリベットが用いられていたので、船体に巨大な力が働くとリベットだけがちぎれ飛んでしまい、後半同士の接合がなくなりバラバラになってしまい、船体がポキリと折れてしまったり、一部の後半が剥がれて大量浸水してしまうという事故が起きた。例えば巨大波に巻き込まれたり、感染が魚雷攻撃などを受けるなどという場合に、 リベット接合が原因であっけなく後半性の船体が破壊されてしまうということが起きたのである。リベット接合という弱点が解消されたのは20世紀後半になってのことであり、溶接技術が実用化し造船の現場に普及したことで、ようやく後半の本来の強度が十分に生きた船体の建造が可能になった。現代では大型船ともはほぼ全て後半性である。 FRP20 世紀後半には FRP 製の船体も増えた。特に日本では1966年頃から漁船の FRP 化が推進された。プレジャーボートの類も1970年代に FRP 化が進んだ。だが FRP 船体にはいくつか問題があるということが後になって判明した。一つは建造は容易なのだが配線するときに 船体の解体や処分が容易でないこと、相当に困難であることである。また FRP の樹脂部分に細かな亀裂が生じることがあり、その亀裂から内部の繊維部分にまで水が侵入し、繊維部分が水を含んだことで膨張し、樹脂部分の亀裂がさらに増えるという悪循環が起き、繊維が水を含んだせいで船体の重量が増して、浮力が減ってしまったり、操船性能や燃費が落ちたり、 亀裂が次々と増え続け強度が相当に落ち想定していた対応年数よりもはるかに短い期間で廃線せざるを得なくなる場合もあるということも後になって分かってきた。トリマランも参照構造上一つの船体のみを持つ通常の船舶のことを単動船と言い船体を複数個平行に繋いだ船を多動船と言い以下のものが挙げられる。多動船の長所としては 同じ幅の単動線に比べて、喫水線が浅くても、船体間のバランスが取れていれば船体が小型でも、安定することが挙げられ、短所としては、横幅がありすぎ停泊時に場所を占有しすぎることや、一般的に運動性能が劣ることである。セーリングクルーザーの総動線の場合、ある程度の風や波までは単動のものより復元力が大きく、マストが垂直に保たれがちなおかげで、 風を水力に変える上で、ロスが少ないが、ひとたび、風や波の力による傾きが、復元点を超えてしまって転覆してしまうと、マストとセールが、水中、船体の真下に沈んだままになり、二度と自力では、起こすことができなくなる、という難点もある。に内蔵した数百キログラム程度の重りのおかげで、ふとした波などのきっかけを得て船体がどちらかに傾き、 自然と正しい上下方向に戻り、生還できるのだが、騒動のセーリングクルーザーは一度転覆すると二度と、自力では起き上がらず、そのまま遭難乗組員全員死亡となってしまう。欠点がある。一時期、騒動のセーリングクルーザーが流行した時期があったが、その後、太陽を航行中の転覆、死亡事故が何度も続いた時期があり、騒動のセーリングクルーザーは、近場はともかく、 対応で使うには危険すぎるという知識が広まり、建造は下火になった。船首船首とは、船体において、通常の航行時に進行方向の前方の部分である。船尾船尾とは、船体において、船首の反対側の部分である。右舷右舷とは、船体において船尾から船首に向かって、右側の側面であり、スターボードサイドとも言う。スターボードとは、 ステアリングボードすなわちカジトリータのことであり、カジトリータを右玄線尾に装備していた時代から、現代に由来した故障である、右舷側にカジを切ることを思うカジという、左舷左舷とは、船体において船尾から船首に向かって、左側の側面であり、ポートサイドともいう、港に係留する際、カジトリータが装備された右舷側は、陸付けに適さなかったことから、 左舷側をもって経流したことに由来する。左舷側に舵を切ることを取り舵という、機体左側に接続されたボーリングブリッジ。貨物の出し入れと乗務員や旅客の乗り降りする側をポートサイドとする監修は、航空機にも継承されている。小型の航空機は、左側のみにドアを設置する設計が多く、大型機では、非常口を含め左右両側にドアが設置されているが、 基本的に左側のドアのみを使用する。空港のボーディングブリッジも通常は機体左側のみに接続される。国際宇宙ステーションでは、機関構造であるトラスの名称として、S1、P1 などが付けられるが、これは、右舷、左舷から来ている。また、Z1 トラスは、天井から来ている。ありがとうございます。